はい、どうも、こみです。さて、本日はスペリワイターさんからお届けしてまいります。今日はですね、ちょっと珍しいかもしれないですね。タウンホール14ではそんなに多くは見ない、スーパーネクロマンサー。これをちょっとね、見ていきたいと思います。まあ、自分自身、まあ、そのラッシュ系戦術と言われるものの中で、有名なのは中華式のペッカスパビズですよね。だったり、あとはまあイエティボーラーとか、中華よりは見ないかな。でもたまに見る。で、もっと最近見ないと思っているのが、スーパーネクロマンサーなんですけど、で、まあちょっとこれ矛盾するんですけど、今まであんま見てこなかったんだけど、ここ最近になって結構使う人が増えてきているっていう、まあそんな印象を受けています。でね、これが、まあどんなところに利点があるのっていうところも含めながら、自分が思うところをお話ししていきたいというふうに思います。今日合計3本ですね。リブ見ながらお話をしていきたいというふうに思っています。で、ですね、まずはまあこれ、電撃さんのアタックですね、1個見ていきたいと思うんですけども、これね、結構時間厳しいんですよね。2分45秒ぐらいで多分全開になってるのかな。タンホール13の頃からやっぱりこれ変わんないんですけど、スーパーネクロって時間がね、とにかく厳しいんですね。で、その時間を巻くためによくやられるのが、ライトニングとクエイクを序盤に使って、ダーンとここに今回打ちますね。打って壊していって、で、その外周側、この部分っていうのをグランドウォーデンで削ってこう突破していくっていうね、ここからネクロを入れていくっていう感じの、アタックになってるんですけども、こういうライトニングを使って、序盤にこう防衛を壊していかないと、ちょっとね、どうしても間に合わなくなっちゃうんですよね。そこがネックな戦術です。これはもういかんせんとも、いかんともしがたいですね。スーパーネクロ足が遅い上に数が少ないんで、耐久性は抜群なんですけど、時間の面でやっぱり苦しくなってくるっていうところがありますよね。で、まあ、今の言った通りなんですよね。スーパーネクロって耐久性は抜群なんだけど、時間苦しいので、一つは、こういうライドニングを使って時間負ける方がいいっていうことですね。で、今回電撃さんが攻めてる配置って、結構ね、主要な防衛が分散してるんですよ。クロス部をここでしょ。で、マルチここで、投石がこういうとこにあって、まあ、この辺にオデンドとかイーグルがある。で、まあ、分散してるってこと分散してないように見えるんですけど、この、なんていうのかな、区画全体に均等に散らばってるってことなんですね。クロス部が、この辺に全部ね、4個配置されてますよとかね、1、2、3、4って、ありますよとか、そういうわけではないんですよね。なので、ポイントになってくるのは、この辺全然レイジ使ってないの分かりますかね。レイジ使ってないんですよ。使わずにスーパーネクロがきっちり生き残るんですね。こういう風に4体で、後ろからヒーラーがついてるから、トーム中に回復してくれる。で、前にも動画で言ったかもしれないんですけども、スーパーネクロを使う場合って、序盤にトームを使うのってあんまり僕おすすめではないんじゃないかなと思っていて、中盤で使うのがベストかなと思ってます。まずこのビッグボーイと言われるでっかいスケルトンが前衛に出ていって、こいつらがターゲット取ってくれますよね。で、取ってくれたら、それがやられた後、スーパーネクロがダメージを受けてきます。で、受けたところら辺で、これを回復するためにトームを使うみたいな感じですね。そうすると、トームの効果中に、スーパーネクロが回復して、もう一回リセットされますんで、ダメージが。そこからまたもう一仕事してくれるというところですね。を期待するっていう感じになります。なんで、こういう風に防衛の配置が、なんていうと、こう均等に広がってるみたいな感じなタイプの配置に対しては、これ結構使えるかなっていう気がしますね。スーパーネクロマンサー、これをね、ペッカスパフィでやろうと思うと、やれないことはないんだけど、どうなんだろうな、安定性の面で多分スーパーネクロの方がいいのかもしれないですねっていう気はします。スーパーネクロって壁をそんな殴り開けるのは得意ではないんですけども、時間かかっちゃうから、殴り開けずも、まあそこそこ生きる配置みたいな、こんな、今回のここにジャンプ1個打ったら全部、ね、この奥側まで突っ込んできますよって、まあ1個でここね、壁殴ってますけど、そういうような配置を攻める場合っていうのは、スーパーネクロ、結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ、まあこのライトニングっていうのは、スーパーネクロ使う上ではやっぱりタンホール13から変わらず必須になってくるんで、これを使わないパターンっていうのもちょっと見ていこうと思うんですけども、今度は相手方の、攻めですね。これもスパネクを使うんですが、ライトニング使ってません。で、代わりに、ジャンプ2枚のレイジ2枚という形ですね。で、さっきの攻めでもちょっと話をし忘れてしまったところがあるんですけど、
ロイヤルチャンピオンとキングの仕事がすごくこれ大事になってきます。外周側のカットではないな、回収かな、をしっかりやっていかないといけないので、ロイヤルチャンピオンでしっかりとね、こう、パネルが届かないところ、今回で言うと、ここから入っていって、ジャンプ2枚でポンポンとこう飛んでくるんですけども、これ手つかずになりますよね。こういうところに刺していくだとか、いう形を作っていって、スピーディーに回収を進めていかないといけません。で、さらにロイヤルチャンピオンを刺していきながら、出すバーバリアンキング、ここからキング出していくんですけども、この場合。ぐわーっとね、外周全部歩かせるんですね。こういう風に歩けるようなルートをちゃんと作ってあげつつ、それを活かして、やっていく。で、途中でこのキングが起こっちゃったりすると、外周の施設が残っちゃって時間切れになるんですよね。回ってらんないんですよ、スパネクって。例えば今回の攻めで言うと、スパネクこういう風に動くんですが、ここからこう戻るって、もうほぼほぼ無理なんですよね。時間が足らなくって。なっちゃうからキングで回収が大事ですね。で、今のこの相手側の攻めっていうのは、ライトニングを使ってないんですけども、この表層のこの部分だけをこう削って、まあ、火力も少ない、体力も低い防衛なんで、軽く削れるんですね。これを削って、で、その分、レイジとジャンプに呪文を抑えて、この高火力帯、クロスボウ4本陸があるところを、一気に押し切っていきます。これね、やっぱりね、スーパーネクロとヒーラーがついて、さらに、ここにこうレイジが乗っかったか、この耐久よね。ほら、馬車クの体力が今さ、クロスボウとギガインフェルノのダメージ食らってたにもかかわらず、全然回復しちゃうんですよね。次から次へこう回復していくじゃないですか、こうやって。していっちゃうから、全然スパネクがやっぱやられないんですね。タウンホール14においてもやっぱりこれやられないっていう、その耐久性の高さに関してはもうピカイチなので、それを使って、ど真ん中をぶち抜きながら、周りの回収がしっかりできるかどうかっていうところですね。この辺がポイントになってくるのと、1個目の配置みたいに火力が分散してる場合には、ライトニングを使って大きく区画を潰すっていうのはまあありなんですけど、今回の、相手のアタックみたいに、こう、高火力帯、クロスが4本並んでますよみたいな、こういうところに、レイジもなしに突っ込んじゃうと、やっぱね、スラスラできついんですよね。なので、そういうところにおいては、レイジをちゃんとかけられるように、ライトニングパートに呪文を使わずに、スパネクパートに呪文を使うとか、いう風にするっていう形を取っていくのかなっていうところですかね。まあ別にこれやるならペッカスパイスでもいいんじゃないのかなっていう風な気はちょっとね、まあ、言っちゃったらおしまいなのかもしれないけど、僕はしましたね。はい。まあ、ただ、まあ、最後の攻めを見る前にちょっと、スパネクに関して思ってることをもう一個お話をさせてもらうと、多分ね、スパネクと、あと、まあ、ペッカスパビズかな、大きくこの2つだと思うんだけども、メジャーで最近使われているラッシュ系は、イエティボーラーちょっと減ってきた印象ですね。で、どっちもね、使ってみたらいいんじゃないかと思うんですね。いい例えが他にちょっと浮かばないんだけど、似たような攻め方でも、主力にするユニットを変えた時の進行速度とか、あとは耐久力とか、そういうところって、自分のね、その、攻めのスタイルに合う合わないって使ってみると意外と分かれたりするんですね。で、そこで割と理屈しないところがあって、今までもう中華一筋だったけども、スパネクやってみたら意外と良かったとか、まあ、それはそうなんですよ。基本的なプランニングの組み立て変わんないんで。なので、どっちも使ってみて、自分に合う方を、選択していくっていう方法はいいのかなっていう気はしますね。はい。まあ、ただやっぱり、万能性が高いのはやっぱペッカスパウィズかな。時間もそこそこ負けるしね。まあ、というところはありますね。個人的には、両方とも使ってみた感想としては、自分ペッカスパウィズの派なんですけどね。はい。というところで、もう一個見ていきたいのはこれかな。時間切れになっちゃったペースっていうかパターンかなですね。時間切れのペースと言いながらペースはいいんですよ。なんだけども、いくつか誤算があったんですね。この攻めをするときにすごく注意してほしい点が2つ含まれております。それはもう序盤なんですけど、さっきライトニングを使ってと投石とかね、この奥の方を折っていくって話をしたじゃないですか。けどこれクエイクをかけたところが分かりますかね。これ大工のこれね、これかかってないんですよね。なんで大工の小屋って、自分がダメージ受けた場合、周りの施設と同時に小屋がダメージ受けた場合に、まず小屋を直すんですよ。一番大工が近くにいるところから直しに行くんですね。なんですけど、これ大工の小屋含めてないから、真っ先にこれ投石をね、ほら、
2人して直していくんですよ。なんでライトニング間髪入れず撃ったんだけど、大工2人がかりで直しちゃったもんだからミリ残りしちゃったんですね、投石が。でこれほんと気をつけた方がいいっす。あのちょっとねこれね、まあ、欲張ったって言ってしまえばまあそれまでなんだけど、ただここの部分を折っておきたいのよね。それはね気持ちがよくわかります。ここを折りたかったんですよ、ここを。なんでクエイクをそっち側に当てざるを得なかったんだけど、まあそうしたことによって、投石が残ったというところと、あともう一個はですね、これからこの投石周りに何が起こるかっていうのをちょっと見てほしいんですけど、あのそれね結構ねよくあるんですね。あのこのライトニングで壊したい防衛の場所にこうテスラを置いとく、これニョキニョキニョキってほら5本も生えてきやがったじゃないですか。これね、本来投石が壊っていたらこの部分で綺麗にカットされてるはずなんだけど、そっからテスラ入ってきちゃうときついんですよね。サイドカットしたつもりができてなかったっていうパターンになっちゃうんで、まあ、今回で言えば投石もダメージも満タンまで体力回復しちゃったし、まあ、これちょっとライトニングがほぼ効かなかったっていう点でちょっと苦しくはなってますね。まあ、そっから頑張って押していくんですけど、大砲とかね、こうレベルが低い、わけですよ、クロスボウも。なんだけども、あの時間がどうしても足りなくってこの部分が残っちゃうせいで時間切れで終わっちゃうというのがこのアタックですね。なんでやる場合やっぱりライトニングを使う攻めって、今大工の小屋の場所すごく気をつけながらやらなきゃいけない環境になってきているし、で、もう一個はライトニング打ったその跡地からテスラが生えてくるっていうね、リスクが当然ありますんで、そこももうこれはね読み合いなんですよね読み合いになっちゃうんだけど、生えてきた場合どうかなっていうこともちょっとこう考えながら、またはここにテスラを置くかっていうことも考えながら使っていくっていう難しさはありますね。まあ、その代わり耐久性はピカイチですね。ほらこれでまだ3体生き残ってるじゃないですか。こんだけやっぱねヒーラーがつくと生き残るんですよね。で最終的にもスパネフやられないので、この耐久力の高さはもうマジですごい。だから壁をちゃんとジャンプとかで乗り越えて無駄に壁を叩かせない、要は時間使わせない。で今回ね外周のユニットがこうやられちゃってるんですね。ここに歩いてるユニットがいなくなっちゃったんですけど、こういう風にいればもう真っ直線にこっちの方に向かっていってくれるじゃないですか、こういったのこういう風に。なんで外周側をちゃんとね削ってくれる回収のユニット、まあキングを使うこともあるかもしれないし、投下兵舎の中に入っているバルキリーかもしれないです。まあ、それはまあ攻めにもよると思うんですけど、これをしっかりと歩かせ切ることですね。この辺っていうのが大事になってくるのかなというところです。でもそれができてきた場合には、まあ、高火力帯やってもレイジ使えば乗り切れるし、トーム使えば回復するしということで、まあヒーラーがついた段階でなかなかやられない、まあしぶというユニットのね、タウンホール14の高火力配置に対しても全然使えるかなというふうに思います。でそこから先は、まあ、途中言ったようにネクロ使うのかペカスパビズ使うのか、まあ、自分のそのプレイスタイルによって一旦こうね、選んでみてもらってもいいかと思います。まあ、最近ならスーパーボーラーもあるか、そうか、スーパーボーラーもありますね、あるので、まあ、その辺選んでもらったらいいと思います。まあ、スーパーボーラーではできない仕事っていうのは、援軍ラバハウンド、これをスパネクは処理できる、まあ、という点で、まあ、スパネクの方がどうだろう、まあ、スーパーボーラーよりもやっぱり耐久性の面では高いかな、 HP も高いしっていうところですかね。はい、なので、一点突破のスーパーボーラー、ある程度万能的なペッカスパビス、耐久力重視のスパネクという感じで自分は認識しながら、使ってるっていうか、まあ、スパネクそんな正直頻繁には使わないけど使ってますけどね、まあ、いうところも参考にしてもらいながら自分に合 うユニットの編成探してみてもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、本日はちょっと珍しいかもしれないですね、スーパーネクロマンサーのアタックに関してお話をさせていただきました。どうでしたでしょうか。こんな形で私のチャンネル、クラン体制の解説の動画中心にやっております。タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。